3月21日は、グレゴリオ歴で年始から80日目にあたり、年末まで、あと285日ある。ペリー王節書で日本初の模型機関車が運転される、高松塚古墳にて国際式壁画が発見される、自習の回想、一編承認北方フランドルの画家、バルトロメウス・スプランヘルの作品、ヴィーナスとアドニス受学者、お牛ライ音楽の父、 ヨハンゼバスティアンバッハ数学者、ジョゼフ・フーリエ国民学派の作曲家、モデスト・ムソルグスキー。代表曲、展覧会の絵。建築家エイリヒ、メンデルゾーンが残した表現主義建築の代表作、アインシュタインタワー。会一ドライバー・アイルトン・セナタ・中木ヌヨレイ名の日本映画界を代表する女優。イラン歴の元日、ノールーズを祝うクルドの人々。 国際人種差別撤廃デーに人種差別の撤廃を訴える人、ありがとうございます。